スパイダーチャンネル、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日も早速、視聴者の皆さんからの質問に答えていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあちょっと質問を読んでいきます。ですね、いいディストリビューターの選定方法を教えてくださいと。 B2C の製造業です、今回は。で、いいディストリビューターはどのように選定すればよいでしょうか。ASEAN、なんですが、業界ごとのリストなどが存在するのでしょうかと。ディストリビューターのその選定に悩んでいます。よろしくお願いしますということですけども、ですね、ASEAN B2C ディストリビューターの、まあ、選定、私が選定ってよくいろんな番組で言ってるから選定っていうふうに言ってくださってるんだと思うんですけど、まあ、ディストリビューターどうやって見つけたらいいんですかっていうことだと思うんですが、いいディストリビューターリストがあるんですか。結論を先に申し上げるとございません。これはですね、なかなかその日本みたいに、例えば、B2C なんで、そうですね、まあ、家電系で言ったらこことか、日用品系で言ったらこことかですね、ドラッグ系で言ったらこことか、菓子系で言えばこことかですね、そのいわゆる業界ごとの問屋リストみたいなものが、まあ、あの業界団体が出してたりとか、まあ、あのいわゆる帝国データバンクとか東京商工リサーチみたいなところがこう出してたりするのかしないのか分かりませんけど、矢野経済とかですね、ああいうところが出してたりするのかもしれませんけど、そういったものがあるのかっていうとほぼないっていうのが現状でございます。で、それはね、ある程度やっぱり作っていかないといけないっていうのが実際でございまして、まあ、B2C なんで、あれなんですけど、これは言っちゃいけないですね。B2C 以上のことはちょっと申し上げられないんですけど、まあ、あのリストはないので、やっぱり自分たちで作っていくっていうことをやっていかないといけないで、これ、ディストリビューターのその選定方法で、まず間違った方法を教えると、いわゆる自分たちがこう手の届く範囲のディストリビューターをまず集めて、それを比較して、じゃあここにしよう、あそこにしようって決めてしまう方法。これどういうことかっていうと、自分たちのいわゆる知識で知っている手の届くところ、それから誰かにたまたま紹介してもらえたところ、これも手が届きますよね。銀行さん、証券会社さんに紹介してもらったところ、でまた自分たちがもともと知ってたところとかですね、分かりませんけど、その自分たちがとにかく手の届くところだけを集めて、それで比較してここにしよう、あそこにしよう、もしくはまあそうですね、向こうからアプローチがあった先とかですね、こういったものだけだと、まあ言ったら全部自分たちが手が届くところですよね。いかに自分たちがまだリーチできてないようなところのディストリビューターを集めて全部を並べて比較検証しなきゃいけないっていうのが、このディストリビューター選びではすごく重要で、なぜならばこの、手の届くところだけで比較すると、よし、この A 社の陳さんが一番いいと、まあ、陳さんって華僑なんでね、大体そういう名前なんですけど、ディストリビューターはね、陳さんが一番いいと思ったら B 社の丹さんだったかもしれないし、はたまた C 社のワンさんだったかもしれないっていうことが後で分かってもですね、結局一度ディストリビューター決めちゃうと、1年目目標いかなくてもですね、まあ1年目だからしょうがない、もう1年様子見ようかで2年目になりますと。で、2年目になると全く成果が出ないわけじゃないんだけども、まあまあ出たんだけど、やっぱ目標いかなかったよね、もう1年見てみましょうかって3年目になるわけですよ。で、3年付き合うとなかなかちょっと切っていくのも難しいね、で4年5年6年と、で結局ディストリビューター変えられないという状態になるので、1回決めたらですね、3年はロスすると思って決めた方がいい、考えた方がいい、理解した方がいいです。ディストリビューターは一度契約してしまったら、なかなかはいパーンってねできるかっていうと、日本企業の性質上やらないし、やれない。で、契約書上ができたとしても、実際に組織がそう動くかっていうと、なかなかそうはならない。結果として最低でも3年は損するということを考えると、ディストリビューターの選定にはしっかりと労力をかけるべきであって、自分たちの届くところのディストリビューターから選ぶんであれば、これお金かかんないですよね。一方で自分たちが知らないディストリビューターも、この選定比較対象に持ってきたりとか、あと第三者の目で客観的にこれらを比較するなんていうことをやると、当然外部の機関に委託をすることになるので、お金がかかるわけですよね。で、これ決して
うちにね、弊社に仕事くださいっていう営業してるわけじゃないんだけども、でもやっぱり第三者の目で客観的に見ないと、その自分たちだけではなかなかこう選定はできないんじゃないかなと。で一方でその重要なのはね、このさっき言った、陳さん、ワンさん、イエンさんみたいな話にならないためには、その業界のディストリビューターを全部縦に並べるってことはすごい重要で、要は全部可視化しちゃう、明らかにしちゃう、全部並べてしまう。でその上で絶対評価と相対評価を繰り返して選定していくということはすごい重要なんだけども、ロングリスト、ミドルリスト、ショートリスト、ベリーショートリストっていうのは作っていくわけなんですけど、絶対評価ってどういうことかっていうと、将来例えばですよ、極端な話100億やりたいって言ってるのに今10億しかない会社とね付き合ったって、これ彼らに100億のキャッシュ回させるのってもうほとんど難しいじゃないですか。問屋の利益率なんてたかが知れてるわけですから。そうするとそのやっぱそれなりの規模のディストリビューターじゃないと付き合えないとかですね、あと自分たちがまあその、そうですね、食品系をの消費財団なのに、日用品系のディストリビューターと付き合ってもですね、これその、日用品系のディストリビューター、同じ小売には食品も日用品も置かれてるんでしょうけど、やっぱり日用品に強いところは食品にはあんまり強くなかったりするので、そういうことで絶対評価をして、切っていくと。でそういういろんな絶対条件、これはお客様と我々と決めていくわけなんですけど、絶対条件でこうどんどん切っていくと、どん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 選択肢が少なくなっていって、最終的に残った3社とか5社を相対評価していくっていう、これいわゆる5社を比べていくわけですよね。でこの比べる時にスキルセットとマインドセットっていうものを見ていくってことをよくやるんですけど、スキルセットっていうのは、僕はまあ基本的にはその配下力と B2C だとね、配下力っていうものをどれだけこう配下できるかという力ですよね。あと小売提案力、B2C だと小売で売るわけですから、いかに小売に提案をできるかっていう小売提案力、配下力、そしてキャッシュですよね、キャッシュの力、これがどれぐらいあるのか。結局キャッシュないと回せませんから、キャッシュのない会社じゃ全然ダメだということになりますので、この3つを僕はスキルセット、自分たちのそのいわゆる事業計画上ね、どういう小売提案力があって、どういう配下力があって、どういうキャッシュの力があるかっていうこと、最低限これがないとそもそもダメだよと。だって自分たちはこの小売とこの小売とこの小売に商品を配下をしたいのに、そこの小売に配下できないような会社じゃダメだし、ただ配下するだけじゃなくて、その小売にどれだけ強い提案力があるのかっていうことも重要になるので、そこの実績を見るし、はたまた自分たちはこんだけのボリューム金額やりたいのにやっぱりキャッシュが回らなかったらダメなので、そういうことを見ていくっていうのはそうですよね。でこれが見えると、まあ最低限、要は絶対評価で絞り込んできているので、その中でスキルセットを比べていく。でこれをスキルセットを見ていくときっていうのは、やっぱりディストリビューターと交渉していくわけでしょ、いろんなことを、ここに配下をしたいと、これぐらいのマージンでやりたいんだ、こうやりたいんだ、ああやりたいんだって。そうすると、まあ、5社いたらですね、まあ、3社は向こうから離脱していきます。そんなあれだったら嫌だとかですね、こうじゃなきゃ嫌だとかって、で2社ぐらいになっていくわけですよね、まあ、2社から3社ぐらいになっていく。で最後の最後、じゃあどこで決めるかっていうと、僕はスキルセットよりもマインドセットで決める。マインドセットっていうのは、そのオーナー社長のマインドがどうあるのかっていうことはやっぱりすごく重要で、でディストリビューターなんかね、絶対にこれオーナー社長と話ししないと絶対ダメですよね。もちろん一部の財閥系っていうのもあって、大きくてなかなか会えない、会いにくいっていうのもあるのかもしれない。こっちのメーカー側の規模がどれぐらいかっていうのにも当然関係してくるんですけど、基本的にはオーナー社長のマインドセットがどれぐらいなのか、自分たちの商品にどれぐらいの興味を持ってくれていて、どれぐらいの熱量でこれをこう取り扱いたいと思ってるのか、でそれってメーカー側がどういうビジョンと戦略で、その国で何を実現したいのかっていうことを、戦略とビジョンをディストリビューターにバーンとぶつけた時にですね、向こうから同じような熱量でやっぱ返ってくるものがあるんですよね。でそのマインドセットが高いところを僕は最終的に選びます。で日本の製造業の場合、
こっちの戦略とかビジョンみたいなものを語らない、語るのは会社概要みたいなんですね。そういうメーカーが非常に多いので、会社概要なんかどうでもいいんで、その自分たちのビジョンと戦略、自分たちはこういう戦略でこの国でこういうことを実現したいんだ、そのためにあなたにこういうことやってほしいってバーンって熱量で語った時に、同じ熱量でそれがオーナー社長から返ってきた、そうすると本当にその締結前にしっかりと戦略まで握れるので、そういうディストリビューターを、まあ、最終的には選定をしていくということになるわけなんですが、まあ、うちのですね、ポッドキャスト番組でもこのディストリビューターの選定方法というのはもう何回も何回も過去700回の放送の中で話してますし、この番組でもですね、具体的にこのパネル使って授業形式で流している回が何回かにあると思いますので、ぜひちょっと見てみてください。でまた今後そういったこともやっていきたいなと思いますけど、その図出しておきますね。図、1個目の図が、この図です。で、2個目の図がこの図で、この1個目の図っていうのはいわゆるその無作為に選んでしまったっていう場合ね。で2個目の図はこれ絞り込んでるっていう図になります。で結局、ディストリビューターの、まあ、選定というか、まあ選定だけじゃないんですけどね、ディストリビューター いい強いチャンネルを作るには、3つ目のこの図のようにディストリビューターの、選定、発掘選定と、それから契約交渉、そして、管理育成と、この3つが非常に重要ですよというこの3つ目の図があるので、まあいろんなところで話してますんで、ぜひ見てみてください。はい、それでは以上になります。また次回お会いいたしましょう。